提唱されたタバルニア地域。提唱されたタバルニアバタ。タバルニアとは、カタルーニャの一部領域に関して提案する組織バルセロナは、カタルーニャではないやバルセロナの自治を求める、プラットフォームと呼ばれる団体が提唱している名称であり、バルセロナ県及びタラゴナ県のうち、反独立派の強いコマルカを集めて、新しい自治州を創設しようとするものである。 現在の行政区分が実情を反映しないと考えており、バルセロナ伯領の歴史的主権の回復をスペイン右翼やその関連団体が主張している。この名称はタラゴナおよびバルセロナからの造語である。領域はアルタタバルニアとバハタバルニアに分けられ、10のコマルカから構成される。左は提唱されたタバルニアの範囲で、 中央及び右は2017年に行われた住民投票及び衆議会選挙の結果、ラモンベレンゲル3世が1131年に死去した時点でのカタルーニャ白領の地図。タバルニアの推進者は歴史的なバルセロナ白領の主権回復を主張しており、その教会は提唱された自治州のものと完全に一致する。ありがとうございます。